おつぱーん、あいかゆきです。今日はですね、私のボディメイクを紹介していきたいと思います。実は私が以前出した動画でベストボディジャパンのフィットネスモデルに出場するよっていうことを言ったと思うんですけれども、なんと愛媛大会で優勝することができました。ありがとうございます。はい、それまでのダイエットとで地方大会に5位までに入賞すると、日本大会が両国国技館で11月23日に行われるんですね。でそれにも出場して、なんと次は日本一のフィットネスモデルを目指そうということで今挑戦中でございます。ということでボディメイクをね、ずっとあれから続けてるんですけれど、いつだったっけ、10月1日の愛媛大会でももう優勝できたということで、まあ、自分の中ではまあ 100% 出して頑張ったとは思うんですけれども、まあ、日本一を目指して今 120% の力で頑張ってるので、まあ、その私のルーティーンを紹介していきたいと思います。まずこの YouTube で運動をせずにエステだけで、あと食事制限だけでダイエットするっていうのを約1年前にやってたと思うんですけど、その時は46キロまで落とすことができて、その時は全く筋トレも何にもしなかったんですよ。ただ食事を変えて、でそれも17時以降食べないとか、あと朝プロテインを飲むとか、まあ、そういうことでエステに行って流すむくみを取るっていうので46キロ達成ですっていうのはあったと思うんですけど、そこからもっとなんだろうな、自分の進化を求めて大会という目標を持ってやろうということで筋トレをまず始めたんですよ。で筋トレを始めて、減らすのを水分とかむくみじゃなくて脂肪を減らしていこうっていう気持ちになったので、まず一番に始めたのが軽く有酸素です。でその有酸素っていうのは、まあちょっとね、これいいっていう人とあんまり良くないよっていう人がいると思うんですけど、私の中ではあんまり激しい有酸素って続かないと思ったから、一番効果があった有酸素があって、それって朝起きて空腹の状態でホットコーヒーを一杯飲むんですよ。でサプリのカルチニン、まあ燃える系の、私はカルチニンを飲んで空腹のまま早歩きで朝散歩、その朝散歩を約40分から1時間ずっと朝だいたい6時ぐらいに起きて家の周りを歩くようにしました。でそれが一番効果があったんじゃないかなと思います。その脂肪を減らすっていう意味で、歩く時にただ歩くだけじゃなくて心拍数が約120から140、これが脂肪が燃えやすい、あまり疲れすぎない、私の中で一番ベストだなっていう心拍数だったんですけど、まあそれぐらいで歩いて無理なくね、でお腹をへこますことを意識したりだとか、股関節をしっかり、なんだろう、立てる、前に出すっていう、こういう風にっていうのを股関節と、あとお腹を意識して歩くっていうのを、これはもう本当に毎日続けてやるようにしたら、だいぶ体脂肪が落ちたっていうの、これが一番効果があったんじゃないかなと思います。有酸素っていうことに関しては、愛媛大会まではずっと自転車をやってたんですよ。朝起きて自転車だと足しか動いてないから、ちょっと足のむくみがどんどん気になりだして、であとお尻がすごく吸えるんですよ。わかりますか？なんかサドルにお尻をずっとやってて、毎日1時間やるからすっごいなんかこの摩擦で擦れちゃって、ちょっと黒ずんできたなっていうのが気になったから、どうしようってなった時に、あ、じゃあもう歩こうってなって、で最近は歩いて全身運動で有酸素をするように変えましたっていう感じですね。自転車もすごい雨の日とかテレビ見ながらできるしいいなとは思うんですけど、まあ、歩くのが一番私の中では合ってたかなっていうふうに思います。あと元気な時はその空腹のまま HIIT 階段を全力で上がってゆっくり降りるっていうのをできる時は5往復とか、元気な時は10往復ご飯食べてる時はやってたんですけど、朝だと5往復とかやったりだとかっていうのが有酸素では効果があった。これをね、ご飯食べてから行くとまた違ってくるので、空腹のまま行くっていうのがまず一番のポイントになります。食べたものをエネルギーとして使っちゃうから意味がない、脂肪が燃えないんですよ。なので空腹の状態で行くと、もう体が空の状態なので脂肪を使ってやるしかないから、それが一番ベストですね。食べたものをエネルギーにするんじゃなくて、体にあるものをエネルギーにして燃やすっていうのを一
一番大事にしてました。で、筋トレをする日は日にちごとに部位を変えてて、じゃあ例えば月曜日は足の日、次は胸の日、次は背中の日、次は肩の日で、腹筋とか全部部位を1週間で変えて、1週間ごとに変えていこうかなっていう感じでやってます。本当にもう筋肉痛で何にもできないって感じだったんですけど、体が本当に強くなっていくので、どんどん重量も上がってきますし、だから最初はそこまで追い込んでなかったんですけど、もう今は日本一を目指しているので、もう吐きそうになるぐらい毎日やってます。まあ自分でそのちょっとずつの成長が感じられるのがすごい楽しくなってきて、筋トレに今ハマっております。その筋トレ中に筋分解を防ぐために BCAA っていうのを取ってるんですけど、その BCAA を取ったりとか EAA とか、もう全く知らなかったんですけど、そういうサプリメント、まあ、プロテインとはまた違った必須アミノ酸が入ってる飲み物なんですけど、そういうサプリを飲みながら意外と美味しいんですよ。なのでそのやっぱ筋肉をつけたい人、筋分解を防ぎたい人っていうのは取っていたらいいんじゃないかなと思ってます。私は取り始めました。でも効果はまだあるのかないかははっきりは分からないけど、とってます。で、朝ごはんはだいたい最初はオートミールとか炭水化物とプロテインで、だいたいオーバーナイトオーツって言って、前の日に豆乳でオートミールをふやかして、でそこにプロテイン入れて、パルテのヨーグルト、水切りヨーグルトを入れてっていう風に食べたらめっちゃくちゃ美味しいんですよ。で、それをもう朝のご褒美として、その頑張って歩いたご褒美として、もうデザート感覚ですよね。もうプロテインが美味しいから甘いんですよね。で、それを食べて満足するっていうのがあったんですけど、最近だともうその炭水化物もなるべく減らそうっていうのがあるので、最近牛すじとか朝から、意外と牛すじが食材として良くて、炭水化物がほぼゼロで、タンパク質めちゃくちゃ高くて、脂質も少ないので、 BFC バランスっていうところで見ると、牛すじが噛み応えもあって、旨味、牛の旨味が味わえる、しかもお値段もお手頃っていうところがあって、ちょっと作るのがめんどくさいんですけど、私はちょっと噛み応えを残すために固めに茹でて、だしで煮て食べるようにしてました。あとはあのボニークっていう商品があるんですけど、もうそれが本当に神で、鶏とね、胸肉ってめちゃくちゃ筋肉にいいんですよ。その胸肉って調理をするとめちゃくちゃ硬くなるんですけど、ボニークを使うとめちゃくちゃ柔らかいんですよ。もう本当に鶏の刺身を食べてるんじゃないかっていうぐらい、これ本当に大丈夫なのっていうぐらいの柔らかさになるんですけど、でそれにいろんなタレを変えて食べたりとかすることが多いかなっていうふうに感じます。本当にお鍋にジップロックに入れて鶏肉を入れて、それを入れとくだけでもう完成、めちゃくちゃ美味しいし、そこに卵を入れると卵が温泉卵になってるんですよ。なのでめちゃくちゃ簡単に料理が済むから、本当にこれは今年一番買ってよかったかなって思う商品。ダイエットにもすごいいいし、健康にもいいので、あともう時短にもなるからめちゃくちゃ良かったです。夕食はもう最近だとなるべく早めの時間、まあなるべく17時まで食べるようにはしてるんですけど、自分のご飯はもう本当に適当になりすぎちゃって、お肉と卵と、最近だときゅうりってカリウムがすっごく含まれてるのでむくみにいいんですよ。なのでカリウム取るためにきゅうりのぬか漬けの浅漬け、あんまり漬けすぎると塩分が高くなっちゃうので、軽くもう本当に風味が残ってるかなぐらいの浅漬けを食べるようにしてます。あと最近デザートが欲しいなと思った時には、プロテインを豆乳で割ってスプーンで食べるとか、そういうなんか食べてるっていう感じをもらうのやつとか、あんまり良くないって言われるんですけど、あのローソンに売ってるんですけど、グレープフルーツ味の0キロカロリーのゼリーがあって、でそのゼリーがナタデココがめちゃくちゃいっぱい入ってるんですよ。じゃあ写真載せておきますね。私よく食べてるんですけど、なんかあんまり食べすぎると中毒性があるので、人工甘味料が入ってるので0キロカロリーだから、まあいっかっていう風に、どうしてもっていう時はそれ食べるようにしてます。あとエステ、運動とエステの併用で今回やってるんですけど、筋トレだけだと乳酸が溜まってめっちゃ足がむくむんですね。で、いろんな筋トレ YouTuber さんとか見てても、大会前にハイパーナイフ行ってきますとかっていうのをよく見ると思うんですけど、これハイパーナイフってなんだろうと思ったら、高周波みたいなんですよ。で、高周波っていうのをこうマシンで当てると、本当に全然あの体のラインが違ってくるし、むくみも取れるので、もうそれをもうね、フィットネスモデルは18歳から39歳までが枠なので、私39歳なんですよ。なのでもういろんなものを駆使してやっていきたいなと思っております。で、あと
始めたことっていうのは日焼け、人生で初めて久野に行ったんですけど、愛媛大会はもうあえてそのまま白い肌のまま出ようっていうことで出て、で日本大会ではやっぱり一回見てもらってる審査員さんなので、その審査員さんが驚くような変化を遂げたいということで全く変わろうっていうことで初めての日焼けにも挑戦したんですけど、最初にゴールドジムさんの日焼けマシンに入って寝るタイプだったんですよ。そしたら全く知識がないから初めてで、ちゃんとこのサンオイルっていうのが2種類売ってて、高い方と安い方で、高い方480円の方を買って塗って、寝るタイプしか空いてなかったから寝るタイプに入って、その日の夜にはもう全身やけどみたいな状態で、で髪の毛もこのままだったから髪の毛の跡がついてたりだとか、本当は中でこの状態でこう動いたりしなきゃいけないのを私はずっと地蔵みたいにしてたから変な風に焼けちゃって大失敗だったから、ぜひやる人はスタンドタイプの方がいいのかな、立つタイプでこうやって手を上げたり脇の下を焼いたりだとか、ちょっと顔を焼こうか焼かないかっていうのはすごい悩んでるところで、まあ焼く日もあれば焼かない日もあるかなって感じで私は使い分けてますね。あと気にしてるのは半身浴をよくやってて、まあエプソムソルト、マグネシウムの粉末なんですけど、それってマグネシウムが結構ダイエット中足りなくなると痩せにくくなったりとか、あとビタミン、ミネラルは必ず摂るようにしてて、まあ野菜も摂ってるんですけど、ビタミン、ミネラルはもうダイエットに必ず必要なので、サプリでも摂ったりだとか、そのお風呂に入れて皮膚からも吸収されると言われてるエプソムソルト摂るようにしてましたっていう感じですね。あと寝てドローイン、結構私ってこの肋骨の関係でウエストのくびれができにくいんですよ。なのでお腹を思いっきりへこまして膨らましてっていうのを練習したりだとかっていうのはありますね。でやっぱりこういうコンテストだと一番大事だなと思ったのは、まあそういう体作りもそうですけど表現も大事なので、まあそういうところで、なんか私の場合はもう昔からやってたクラシックバレエだとかグラビアとかで、なんと愛媛大会でリズムキックやったんですよ。なのでプロレスとかも、まあ、個性として全部が今までのこの積み重なったものが出るんじゃないかなと思うので、大事なんじゃないかなとすごく思いました。寝るのももう朝散歩が始まって早くなってるので、もうだいたい12時前には寝るように、睡眠もすごく大事なの で体を冷やさないように、私は高電子っていう着圧ソックスまではいかないんですけど、なんか腹巻きみたいなとか足につけるやつとかっていうのをやったまま寝るように、冷やさないようにっていうのはすごく気をつけてますね。大会でびっくりしたことなんですけど、もうみんな出る直前まで着圧ソックス履いてるんですよ。あ、すごいと思って、でコルセットとかも直前までつけてる方がいらっしゃったりとか、私も真似してみようかなと思ったりだとか、コンテストのその楽屋の雰囲気っていうのも独特だったなっていうんだろうな、結構遅れていったので座る席もなかったから、もう端の方に隅っこっていう感じだったんですけど、また両国大会はね1000人ぐらいいるみたいなので、早めに行ってちょっとね自分のスペースを確保したいなと思っております。でもちょっとコンテストに向けてなので、今ちょっとあんまり健康的なダイエットではないと思うんですよ。なのであんまり真似しない方がいいと、もっと本当だったら炭水化物をちゃんとさつまいもとかかぼちゃとかそういういい食材でもっと取った方がいいと思うんですけど、まだ体がちょっとでかいというか、フィットネスモデルさんたちと比べると自分の中で大きいなというか、もうちょっとなんか絞れるなと思ったので、でも前回愛媛大会出た時って 14% まで体脂肪は絞れてたんですよ。でも結構胸が残ってたので、どうなんだろうなと思いながら、今回はまあそれ以上は行きたいなと思ってるんですけど、どうでしょうねって感じですね。なので炭水化物を今は取ってないんですけど、本当は取った方がいいです。よく聞かれるんですけど、生理は止まってないんですよ。なので適度に脂肪、脂質として MCT オイルを朝コーヒーに混ぜて飲んでるので、あ、 MCT オイルめちゃくちゃいいですよ。私の中でヒットだったんですけど、炭水化物取ってないとエネルギーが出ないんですね。でフラフラしたりだとかやる気が出ないっていうのがあるんですけど、 MCT オイルを朝コーヒーに混ぜて飲むと便秘も治るし、空腹感も減るし、力が出るので MCT オイルは取るようにしてますっていう感じですね。油をしっかり取ってると生理が止まることもないみたいなので、なかなか、まあ人によると思うんですけど、私の場合はまだ全然大丈夫です、健康ですっていう感じですね。ということで、あと何日だろう、
もう2週間なんですけど、ちょっとね、ここのあと残り2週間っていうところがすごいもう勝負どころだと思うので、頑張りたいなと思います。ただね、トレーニング教えてくれるのが旦那さんなんですよ。それがちょっとね、イラついちゃったりするんですけどねたまにねということで、ぼちぼち頑張っていきたいと思います。はい、ということで最後まで見てくださってありがとうございます。ちょっとでもいいねと思ってくださった方はグッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントの方もお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。